今日の一問一答ですね介護支援分野介護保険事業計画という単元になります介護保険事業計画について次の記述は正しいか誤りか答えよ問題。都道府県介護保険事業支援計画を定める際には保険者と協議しなければならない。都道府県介護保険事業支援計画を定める際には保険者と協議しなければならない。というふうにありますが、 これは誤りになります。都道府県が介護保険事業支援計画を定める際というのは何の制限もないというのが実際です。独自に制限なく作ることができるというのが実際になるわけですね。まあ、た、だしまあ、定める際っていうのはまあ2つあるわけですけど、まず1つはまあ最初に作ると作成する段階ですね。あと、もう1個は計画をするあ、変更するというのがあります。変更する際ですね。この2つありますね。 最初に作る段階と一回作ったものを変更するという、まあ、この二つがあるわけですけれども、これは作る前にはですね、これは何もしなくていいんですけど、ルールというのはないんですけど、作った後にはルールが一個だけあるんですねで。それは何ですかと言ったら、都道府県が支援計画を作成、あるいは変更した際には、必ず厚生労働大臣に届けなきゃいけないと。提出しなきゃいけないと。こういうようなですね、ルールというのがあります。 作成変更前にはルールがありませんけれども作った後にはこれは厚生労働大臣に提出しなければいけませんと届け出なくてはいけませんとこういうルールがあるんですねこれを一つ押さえておくといいかなというふうに思いますで、もう一個今のは都道府県の支援計画ですよねで、もう一個市町村の事業計画の方ですねこっちはどういうふうになっているかといったらこっちはですね これ作成変更する前にもルールがありますし作成変更した後にもルールがあるんですね前にも後にもどっちにもルールがある義務があるっていうことをですね押さえておくといいかなと思うんですがまず作成変更する前の義務ですねルールというものは何があるかといったらこれ2つあるんですけれども1つがまず被保険者の意見を反映させるための措置これをあの講じていなくてはいけませんよとこういうルールが1個あります。 被保険者さんのための介護保険事業であり介護保険事業計画ですからその被保険者さんの意見を反映させなきゃいけないわけですねで、これも何かこう年によって反映させるとかっていうことはできませんから意見を反映させるためにはその意見というものをこう集めなきゃいけないですねそういうような何らかの措置というものが必要ですよねなのでその措置を講じていなくてはいけませんよというルールが1個ありますで、もう1個のルールは何かといったら都道府県の意見を聞かなくてはいけないというルールがあります 市町村が会合券事業計画を作成変更する前には必ず都道府県の意見を聞かなくてはいけないと。まあ行政っていうところの兄貴分ですね。にあたる都道府県の意見を聞かなきゃいけない。もう一個は被保険者の意見を反映させるための措置を講じなくてはいけないという、これ二個ルールがあるんですね。で、もう一つですね、今度は作成変更した後ですね。市町村が事業計画を作成や変更した後の義務というのが一つあるんですけど、それは何かと言ったら、 まあ行政での兄貴分にあたる都道府県に提出しなくてはいけないと。届け出なくてはいけないと。まあこういうルールがあるんですね。これを押さえておくといいかなというふうに思います。まあ、一応整理しますと、都道府県の支援計画、これを作成・変更する前というのは義務はないと。で、都道府県が支援計画を作成・変更した後の義務というのは1個ある。それは行政でいうところの親分ですね、にあたる国。 まあ、細かく言うと、厚生労働省、厚生労働大臣ですね。ここに届け出なくてはいけない、提出しなくてはいけないという、こういう決まりになっていると。で、市町村の事業計画の方は、作成変更する前には2つの義務があると。1つが、被保険者の意見を反映させるための措置を講じておくこと。もう1つが、都道府県の意見を聴取すること。この2つですね。で、市町村が事業計画を作成変更した後に取るべき義務というのが1個ある。それが、 都道府県に提出することと、ここうなっているわけですね。この辺りを整理しておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですが都道府県介護保険事業支援計画を定める際には保険者と協議しなければならないというふうにありますがこれは誤りということになります。今日の一問一答の問解説は以上です。